マッケレルは、アメリカ海軍の潜水艦。T-1 級潜水艦の一番艦。艦名はサバにちなんで命名された。その名を持つ艦としては2隻目。当初は補助潜水艦として計画され、T-1 の艦名であった。T-1 は1952年4月1日に、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。 1953年7月17日に、チャールズ・アール・ミュアー夫人によって、命名、浸水し、1953年10月9日に、艦長、J.M. スナイダー・ジュニア少佐の指揮下任務に入る。コネチカット州、ニューロンドン及び、マサチューセッツ湾で大焼けみを完了すると、T-1 は1954年2月に、フロリダ州キーウェストに向けて出港する。 キーウエストに到着すると、フロリダ南部からグアンタナモ湾にかけての海域で、他の潜水艦や対戦部隊とともに心臓艦艇や対戦回収が行われた艦艇への艦隊訓練に参加した。1956年7月15日に T-1 はマッケレルと解明されたが、船体番号は変更されなかった。マッケレルは、 東海岸での艦隊演習に参加し、主として訓練を呼び、標的任務を担当した。その中には、キーウエストの艦隊ソナー学校での任務も含まれた。また、新型機材の試験のための巡航も数回行った。1957年4月2日に、マッケレルは、キーウエストを出港し、メリーランド州アナポリスを経由して、特別音響分析計画を行う。 1950年代末にかけて多くの訓練と目標艦としての巡航を行い、1963年の夏には、英領西インド諸島の近くの水域で海中の船体に関する聴覚開発テストを行う。1964年2月にも西インド諸島で同様の実験を再び行った。 1966年5月から6月にかけて、エレクトリックボートで特殊装置が装着された。その後、マッケレルは南へ航行し1966年6月26日に、キーウェストに到着した。キーウェストでは1966年から1967年にかけて、将来の潜水艦開発で使用されるデータを得るための実験研究に従事した。 マッケレルは原子力深海線工程 NR-1 で使用される機材の評価を行った。それらの機材には海底を走行するため流骨部に装着された車輪、スラスター、外部テレビカメラと耐圧覗き窓、マニュピュレーターアーム、実験用ソナーが含まれた。マッケレルは9ヶ月の評価期間に約225回の潜水を実施した。 海軍艦船士では、米海軍発の耐圧船舶に搭載された車輪を用いて、海底の走行を果たした潜水艦とされている。1967年3月に任務が完了すると、特殊装置のいくつかは取り外された。マッケレルは艦隊ソネア学校のためのピンガーとして、キーウェストの実験海域で潜水活動を再開した。 マッケレルは1960年代末から1970年代へかけてフロリダ沖合及びカリブ海での水上及び航空対戦部隊の目標艦としての任務に従事した。マッケレルは1971年に正式に収益している。1971年から72年にはキーウェスト及び名ポート。 ジャクソンビル作戦海域での大西洋艦隊隊、潜水艦部隊が行う訓練で、目標艦の任務に従事している。マッケレルは1972年7月21日に、最後の潜水を行った。その日から、上院の数が削減された状態で1973年1月3日まで、置かれ、その後は1972年10月まで、可視艦及び、 海軍兵学校生の定期的な訓練を行った。マッケレルと姉妹艦のマーリンはフロリダ州キーウェストの海軍基地で1973年1月31日に退役した。両艦の退役式が取り行われ、2隻は同日、除籍された。マッケレルは1978年10月18日にプエルトリコ沖で標的艦として沈められた。 ありがとうございます。